まずはね、この準備をメッセージの準備をしてたんですけれどもあの何回も何回もあの訂正するのに対してえもうずっと忍耐強く待ってくれていたあのピカとノナミに感謝したいと思います。 でも,もはやちょっと途中からプレッシャーになってきていやーもうもうもうノートもスライドも,なんかもう私作るわとか思ったんですけど <laughs> でもここまで来てなんかもういいわって言ったらもう、ね、そ,のそこまでの頑張りをこう無にしてしまうからそれはよくないと思ってあのこう最後までこうやりきっていただいたときに。

ねあのみんなもその中で無理もせず、またこんなもんと妥協せず、あのお仕事していることをもう本当に素晴らしい捧げ物として、イエス様を受け取ってくださる方ですので、改めてあのそういう思いで、あの月からどうまでのみんなで過ごしていきたいです。So、Jesus is really caring caring for you in your workplace, so let's receive their love. ちょっと前置きが長くなっちゃったんですが早速、み言葉を読んでいきましょう。今日はフィリピの2の12から16です。恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのです。 すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさいそれはあなた方が非難されるところのない純真なものとなりまた曲がった邪悪な世代の中にあって傷のない神の子供となり命の言葉をしっかり握って彼らの間で世の光として輝くためです It says, Therefore, my dear friends, As you have always obeyed, not only in my presence, But now much more in my absence, Continue to work out your salvation with fear and trembling, For it, is for, it, for it is God through works you may become blameless and pure, children of God without fault in a, a warped and crooked generation. They, you will shine among them like stars in the sky as you hold firmly to the word of life. And then I will be able to boast on the day of Christ that I did not run to labor, labor in vain. では短く祈ります。天といのお父さん、神様、感謝します。あなたが与えてくださっているこの礼拝、そして日曜日に感謝します。きょう、今日お一人お一人をどうか、あなたの不思議な力によって強めてください。Lord, please, um, そして疲れている方がおられたら、もう超自然的な形で、えー、その疲れを癒してください。

ちょっといいですって思う人とかねもう成長はもう疲れましたっていう人とかねまあいろいろ正直いらっしゃると思います need that thing. 成長するというのは何かできること

仮に何か人からえそれってさってこう、まあ、ごちゃごちゃ言われたとしましょう。そしたらいや、神がこうしたいから神にああしろと言われて神と一緒にやっただけですけどってこう、まあ、言えるわけですよね。 Does it for us. っていうか神ご自身がその私がそうしたいから彼らと一緒にそうしただけです、まあこうやってきっと立ってくれるわけですよ this,、so、そしたら相手はそれ以上何か言ってくるでしょうか so,、uh, maybe your say 言ってきたとて私たちは神様が 言われれたたここととやっんんですから非難されるべきところはありませんよねそして金メダルを取っても誹謗中傷されるこの世の中で傷のない神のことなれるんです。 こんな世の中でも光として輝くことがもう約束されています。So、キリストのようになるために作られた私,は私たちはキリストのようになる方向以外のところにはもう向かってないんです。 ハレルヤですね、right? <laughs> しかしながらこの神が私たちのうちに働いて志をこうね起,こ起こさせてね何でもやれるようにしてくれちゃうはずなのにこの成長がいまだにイージーな感じがしてこないのは

トラブルがなくて満たされていてもうハッピーだな自分って恵まれてるなあって思ってる時でしょうか i ?Seeze、so、it, it the time we h n we feel we r e so happy and we、uh, don't have any trouble?Is that? 逆ですよね ?Is t kind of opposite, right? もうむっちゃトラブルでいろいろ満たされてなくてもつらくて苦しくてもうこれって何なんだって思う時にもう霊的成長が必要になるんですよね so we need だからもう成長がいまだに重いイメージがあるんですよね。この通常の自分とこのイエスの二姿に変えられた自分とこのギャップがあって。So ここからそこへこのくるくるりーんと変わるこのプロセス to toward,、uh, このくるくるりんの,このプロセスがこう成長なんですけど、so、process, process このくるくるりんをテクマクマヤコンって感じでもうもう魔法のように一瞬でやっちゃってほしいんですよ。So

ちょうどね、第2コリント3の18にもね、ちょうどあるんですよ。鏡のように主の栄光を映しつつ、主と同じ姿にくるくるりんって変えられていってほしいんですよ。そしそうです。2コ、so, リ kind of、um, <laughs> でもそうはいかない。 特に多くの日本人には、もう、成長するにはもう、努力が必要、努力も、もっと言うと、もう根性も必要みたいな、もうそういうのがもう強く濃くもうインプットされてきてるんですだからこのギャップを埋める成長は、もうとてもイージーとは思えません。 ところが聖書にはこうあります。1> 第1コリント3:6、成長させるのは神です。3, says, 私たち人間の努力ではないんです。 ということですもうすでに私たちの思考と御言葉にもギャップがあるんです。So so、この思考と御言葉とのギャップが私たちの霊的成長を阻む壁になっていて、神が私たちのうちに働かれるのを妨げているんです。ポイントの1。 ブレイクスルーの鍵、それは考え方を変えることです。So is, uh, この霊的成長を幅む壁には、あの実はこの3桁の数字をこう正しく組み合わせると、ガチャッと開くこの南京錠がついたドアがついてるんですよ。So でこのダイヤルをどのように合わせるかというとこの3つの御言葉を思い出すんです then, dial, まず自分の考え方には注意せよあなたがどう考えるかによってあなたの人生は決まってくるからだ And,、uh, is, uh, 2、ね、二つ目があなた方の考えを変えることによって 神に新しい人へと作り変えていただきなさい。Do, そして3つ目がキリストイエスの思いを自分のものとしなさい。 そうやっててダイヤルを合わせてっていうねでもこう現実の世界は人生はもうそんなこのゲームみたいな RPG のようにはこうなってないわけですよね。取引先の電話を受けながらもう次の商談場所に向かって。 学校行って、で次はもう終わったらバイト行って晩ごはん終わったら次はもう子供を風呂に入れてって、いろんなことが同時進行なんです。You know, we are doing もうそんな静かにカチカチとダイヤルなんかやってられませんよでもこの目まぐるしい現実の世界にあって私はあることを経験しましたのましのっ私はと個人 あるいは法人のお客様に生命保険をご提案してそしてご契約を預かってで実際に保険金が支払われるべき時にはその請求をお手伝いするということを仕事としています。I'm working for the life insurance company and I propose a deal to a customer and when my customer paid the insurance money I can、uh, I help them.This is my、uh, work. で私も人間、お客様も人間ですから、ま、中にはちょっと苦手だなと思う方も、まあ、いらっしゃるわけです。

そこでこうスッとこう、ね、すっと電話ができればいいんですけど、もう私は嫌、ね、ですとイエス様に、ね、言ってしまうんですよ。Always, I to call the 恐れがあるんです。I have fear. どうして恐れてしまうのか Why we are 神様に探っていただきました。 相手を失望させてしまうという恐れがあのし,しまうかもしれないという恐れがそこにはありましたそんなはずないんですけどでもなんか自信がないのかな,なんかうん。I でこうさらにはこう失望させてしまうことによってもうその関係が終わってしまうかもしれないっていう恐れ ?I also have、um, the fear that I disappoint in the customer and the relationship between the customer will be broken. そしてその方にとっての私への評価が下がってしまうかもしれないっていう恐れ ?And also I have fear that the customer is judging me and、uh, judging me. 評価が下がればお客様はお客様でなくなってしまうかもしれないそしていつかはこの職を失うかもしれないみたいなもうそういう妄想の恐れがたくさんありましたでも神様は「イエス様は何と言ってくださるのか? But Jesus, uh, says」

してきたんです。そしてしていました。こういう感じでそのご自分の考えとか。 考え方を見言葉に従わせようとしてきたことのある方は、あのまあまあいらっしゃるんじゃないかなと思います。I think there are so many people who are trying to そん感じですよね。どどうなんでしょう。うん。Trying to set、uh, their mind to to the、uh, word of God like this, like me.

同じようになんか電話をかけるってなるとなんかザワザワってするっていうかはあってなんか毎回こうなっちゃうんですよねこれは考えを変えることはできていたんですが考え方が I realized that I could change my mind, but how to change my mind? How to think, how think、uh, is not changed. I realized that.、So、the way I think is not changed. That's why Jesus is trying to、uh, alert me. でそのアラートに対して、うーん、うんの、えいやーでもずっとやってたら、何が起こったでしょう。So、what happened? What happened? とうとう、私は今週、いきなり会社から戦力外通告を受けました。 Um, I received that 会は私に今の契約料では足りないあなたは不十分だと言ってきましたええー、外資系アメリカ生まれの会社ってこんな感じ厳しいみたいな really Uh, いやだってさもう子供もいるし、猫あれもいっぱい言い訳ならありましたよ。And I i m a g i n e so many e x c u s e about this, about the decision. でも猫、ね、何か質問ありますかって言われて、いやありません。あざしたっ。ってね。But my boss, but <laughs> my when my boss says, do you have any question? <laughs> I just <う> nothing. Thank you. でその後なんか <just> 泣くかなとかね、なんか寝ようってなるかなと思ったんですよ。I think that I,、oh, I just started to cry or I just I think it's better to bed, but felt the go to bed そうしたらね、もうむで。むになってでしばらくしてからこうだんだんとイエス様と出会う前の働き方とイエス様と出会った後の働き方ってなんか変わっとったかな、ちゃんとって考え始めたんですね。 In that situation, I gradually think that is there any difference between uh, the way I work uh, before I meet, met Jesus and after I met Jesus? I realized that even though I, after I uh, got saved by Jesus, but the way in the, in workplace, I just lean on my way. <to> work. あの恐れがあるときにはそのつどみ言葉を思い出してトライしてきたんですけどその効き目は一時のものでしたこれは何だろうこの恐れは何なのかどこから来るのか祈って分かって 食い改めたつもりだったんです I I でもそれはただ単に恐れにこうグッと蓋をして頭で理解しようとしていただけでしたつまり

For the ね、ああこれは肉の思いだなって気づいたとき多くのクリスチャンはこのそのこととねちゃんと向かい合うと思いますそしてちゃんと御言葉を知っているので御言葉に従おうと心砕いていますよね もう祈り悔い改めもう時に,時に叫びながら賛美してもう実行しようと力を尽くしていると思いますでももし皆さんの人生の中にも何度も同じことが起きているとかやってもやっても 状況が変わらなかったりするならイエス様は私たちの日常を通して語りかけいつでも霊的成長ができるようにとたくさんのヒントを与えてくださっています。 エペソード4の15にこわります。神は私たちが成長して、あらゆる点でキリストに似たものとなることを願っておられます。 私はこの電話することやその相手が誰なのかあるいは失望がなんか怖かったのではないんですね多分深くはイエス様に従うっていうことを漠然と恐れていたんです。 イエス様に従うとき、何が起こるのかが怖い。自分が自分で亡くなりそうで怖い。イエス様がどのようなお方かすでに知っていました。知っていたのに怖かったんです。 ここででポイントの2つ目変え、so um, られないときブ,ブレイクスルーしてくださる恵みの神様戦力外通告を受けてもうこれまでやってきたことも今やっていることも,もう無意味ですってなんかもう何もなくなったとき。When I have ゼロになって初めて、ユーでお方である存在、神様が私の力であるということが分かりました。 もうどうすればいいのかもう何にも分からなくなってゼロになった時にあんなに従いにくいと感じていた主の言葉が唯一の道であるともう信じることができていたんですそしてイエス様に従うことによってのみ自分は生かされるのだということがもう 確信でできるようになっていたんですよもう努力なしに気づいた時には考え方が変わっていました。神様は本当に憐れみ深い方です 私たちがいつまでたっても考え方を変えられないとき、神様はいつまでもそのようにされず、神様がブレイクスルーを起こしてくださいます。ただし、あのこの戦力外通告みたいな、この究極的でこの衝撃強めのこともあるかもしれません。<laughs> でも私はこの言い渡されたその瞬間もその後もそして今も不思議な平安があります。Have, still, still こうなったらやるしかないとね、こう燃えてるわけでもなく、not like so、much, これまでか、so、とこう諦めてるわけでもなく、or not, or もう正しゅに従いますっていう。この ゼロのところにただ立っている、もうそんな感じです。You, この正気を保っていられるだけの平安があることも恵みなんですけれども。もはや戦力外通告という衝撃の宣告でさえ。この恵みであったなと。もう心から感謝しています。so i just giving thanks to jesus that、um,。 私は、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 uh,、私は、私は、私は、私 t 私は、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 私た私は、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 私 もう何か行き詰まっているならすぐにでも私たちはもうゼロになるべきですこの究極的で衝撃的なブレイクスルーであったとしても平安とともにそれを起こしてくださる神様もう心から信頼して大丈夫です。 はいそして最後のポイントです、so、神様は本当に私たちのうちに働いてくださるお方です、so、私たちの中には神様と出会って救われるまでこの神を知らずに歩んできたなりのこのデータがこの生きるためのノウハウがこうバッチリ蓄積されてしまっています、um, in, uh, in our heart we have、uh, so much data to コンピューター用語に GIGO という用語があるそうですね。これはガーベッジイン、ガーベッジアウトの略語でもうゴミのデータを入れたらゴミの情報しかできないっていうそういうことらしいです。So ガーベッジにガーベッジを置くと、それは、忙しい日常の中で私たちはこうほとんど自動運転的にこのありったけのデータとこの知識を駆使して生活しています。So 冷静な時はいいんですちゃんと見言葉通りのこの見た目の思いを思い出して選んで行うことができるからですでも時には静まってこの私たちの肉からくる今や何の価値もないゴミとなってしまったデータはきちんと削除しなければなりません。 We need to delete our old data b e e we e、uh, 削除されていない限りふとしたときにそっちを選んでしまうことがあるかもしれないからですフィリピン2の12人はこうあります恐れをののいて自分の救いの達成に努めなさい the t w e l e s y s 本来救いは何一つ付け立つ必要のない完全なものです。達成に努めなさいと言われるのは一体何のことでしょうかそれはつまり、救われているのに救われていないもののように生きてい,ない,いませんか 救われた自分として完全に生き切りなさい、そういうことです。もう一つ神様から私たちに要請されていることがあります。God hopes one thing. ピリピン2:14。 すべてのことをつぶやかず疑わずに行いなさい私はつぶやいていました嫌です、やりたくないです、恐れています、こんなことです、ああなるかもこうなるかもだからできません。

イエス様のことは信じてる、もちろん、そして十字架の救いも信じてる。So、でも、御言葉のある一部分は分かっているけど信じられない。Truth, 信じているけどあ、知っているけど、そのようには生きていない。 そういうい感じでした I was、like、that 私たちは、まあ、日常があまりにも忙しいので何か外のこと、身を結ぶこと行動することにフォーカスしすぎているかもしれません。と、so so um, いうか実は成長にフォーカスしすぎているのかもしれません。 成長は神様がさせてくださるものであるのにもかかわらずですみことにフォーカスしていきましょう何を信じていて何を信じておられませんか

第一ヨハネの手紙のしかしあなた方は精霊をいただいています精霊が心のうちに生きておられますですから何が正しいかを判断するのに誰からも教えてもらう必要はありません精霊がすべてを支持してくださるからです精霊は真理であって決して偽りを教えません偽りを教えませんあなた方は精霊の指示に従ってキリストのうちに生きるべきで絶対に離れ出てはいけないのです So the first John chapter 2, 27 says, As for you, the anointing you received from His remains in you, and you do not need anyone to teach you, but as His anointing teaches you about all things, and as that anointing is real, not uh, counterfeit, just as it has taught you, remain in Him. I just stopped. すべてを司っておられるのは神で今うまくいくことが神にとってベストではないとないかもしれないと思うようになり始めたからです結果をコントロールしようとする祈りも,もうやめました

Temptation for me. 私たちは世の人を成功ではなく福音によって影響すべきです。 もう札束を握るからではなくこの命の言葉を握って世の光として輝くんです神様の目的が自分の目的になるとき祈りの内容が変わって自分の心が変わっていくのも感じています、so when my purpose become the, become エゼキエルの三十六の二十六に壊ります。私はあなた方に新しい心を与える。それであなた方は正しい願いを抱くようになる。またあなた方に新しい礼を授ける。それで石のように固い、罪の心が取り除かれて、愛に満した新しい心が生じる。So, 36、実際、イエス様はどのようにご自身の栄光をお表しになったでしょうか、so、水をワインに変える奇跡でしょうか by, 少ないパンから多くの人を養う奇跡でしょうか それとも魚の口から金貨を取り出したあの奇跡でしょうかそれらもイエス様の栄光ではありますが最も栄光が表された瞬間とは十字架にかかられた時ですよね。So それは一部の人ではなく人類すべての人をあがなう見業だったからです Because,、um, そしてそれこそが神様とイエス様からの最大で最上で最高の愛でしたご自身を失うことによって 私たちに愛を示されたんです人生において成功でもって栄光を表そうとするなら何かを失うことは恐れになりますしかし愛を表すことには恐れは伴いません だからこれからは愛を表すことを目的にしたいです。主は自分の何かを手放すことや自分自身を失うことによって愛を示されたイエス様の姿から学んでほしいと私たちに思っておられます。God w a n t us to learn from Jesus who sacrificed s e l f s e l f and show love. それ,それこそが究極に成長したこの霊的な姿であると言えますイエス様の似姿に変えられて新しい信仰の領域へくるくるりんとテクマクマヤコンと変えられていきましょう、so we, like、<laughs> ではお祈りしたいと思います立ち上がっていただけますか 招きしたいです今もし日常の中で繰り返し同じことが起きているあるいはもうやってもやっても状況が変わらないそんなところにいらっしゃる方はおられますか もしそうであれば、の小さく手を挙げてください。<laughs> ありがとうございます。ありがとうございます。<Thank you. S 2> またあそこにこういつも日常の方に中にちょっとした恐れとかちょっとした何かがこういつもあるなっていう方いらっしゃいますか？ いらっしゃったら手を挙げてください <music> ありがとうございます,りいます祈ります手の <I pray. S 1> お父さん神様 <Heavenly Father. S 1> あなたが愛のお方であって憐れみ深いお方であってまず私たちを傷つけようとしておられないことがお一人お一人に改めて分かりますように 私たちはちゃんと自分の課題に向き合っているつもりでも、向き合いきれていない領域があるかもしれません。 イエス様どうぞ心の奥深くを探ってください。心の奥深くにこう下がっていくときにもうそのことすら恐れを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

そのどん底にたどり着いた時に私たちが何かしようとするのでなくただあなたが働かれるのを待つことができますようにまた誰よりもあなたが待っていてくださっていることをありがとうございますこの状況の中で 私たちはつぶやき始めていました。信じきれていない箇所を棚にあげていました。そのことをイエス様は責めないお方であることありがとうございます。信じることができていないその一部分を どうぞあなたの不思議な御技によって精霊によって信じることができますように成長することを思って自分で努力するということをやめます。 自分たちがなりたい方向、行きたい方向に向かうのではなく、まず未来をあなたに委ねます。Go, you, それは私たち一人一人が想像するよりもはるかに良いものであること、ありがとうございます。We, we than ですから、どうぞ従うことを助けてください。You, また、えー もう一つお招きしたいです神様以上により頼んでいるものが実はあるという方仕事や肩書き、役職、あるいはお金、恋人、友人。神様以上に。

イエス様以上にそれをのってのいることを知っ、uh, ていることを知っていることを知っていることを知っいることを知ってるいることを知ていることを知っを知っことを知っていることを知っているこ 手を離した次の瞬間にあなたが私たちの手を握ってください。大丈夫だという平安を与えてください。あなたが最も頼り,におか頼りになるお方であるということを分からせてください。

最も良い道であることを分からせてください。That. That どうぞ、今お一人お一人をイエス様の愛だけで満たしてください。すべての思い煩いをお委ねして、愛するエスキリストあなたのお名前によってお祈りいたします。